ありがとう、ありがとう。こんなにお客さんがいるとは、後ろでも見えてるかな、見えてるね。こんなにお客さんがいるとは思わなかった。もうちょっとこっちに移動しよう。後ろの人が見に来る。俺を見ろ、そして俺を写真に撮れ、そして Facebook とかにあげろ、そしてなんか悪口書け、延長させろ。わかった、よし。まあライブにはいろいろトラブルがつきものだな。ワイヤレスが取れたり、チューニングが、そうだ、チューニングが狂ったりする。そうだ、ギターなんて飾りだ。ロックの心があればそれでいいんだ。そうだろ、みんな。そして暑いから脱ぐ。そしてカンザの T シャツ。そうだ、今日のコンセプトはスラッシュのコスプレをするエディ・バンヘイレンがモトリーの曲をやるという、そういうコンセプトだったが、いきなり始まったらもうサングラスがもうちょっとぽっちゃりしてるじゃないですか。なので曇っちゃって何も見えなくて、ギターも弾けなくて、ギターのプレート今どこ止めてるか分かんないやみたいな、そんなことになりました。ドラムの青山さんが今なんか大切なもの忘れたって言ったけど、何それ、青春時代の思い出とかそういうの。あ、大丈夫な、何すんの、坂教えたお前が何かやるから言うて、俺がつなごうとしたいわけやないか。ここは MC の予定じゃなかったわけ。あいつをろう人形にしてやった方がいいんじゃないですか。このやつをどうしたらいい。こんなことをやるからな、いつも時間がなくなるんだ。今日はな、今日はFacebook の告知見たやつは分かるけど、 MC なし、フリップもなしっていう予定だったんだ。そしてセットリスト今日9曲もやるぞ、ボトルボコリグルーが。いつも30分で4曲しかやらないんだけどな。なのでな、時間が押しているんだ、あと30分しかない。違う、もう20分しか、あ、そうだ、いや、カウントお願いします。どうだ、誰だ、あ、俺からだ、よし、頑張るぞ、みんな聞いてね、ワイルドサイド。I'm not afraid.
Yeah.
俺機械も弱いし、ほんでこれなこうあの分かるような LED みたいなやんだけど老眼やから見えへんよね、感じで。まあ何のことか分からへん。ちょっと音出そうな。はい、あドラムの人がちょっとしんどいんやって、だから曲削りまーす。ほら言ったやろ、だから昨日弟の練習作で無理やろう言うて、うん、できる、俺はできる、俺は何話のトミーリーやろ言うてさ。斬新やろ、ギターソロ口でやるっていう。口ギター。そうなんだ。五フレの二弦の五フレのハーモニカ出えへん。チューニングができへん。ちゃうな。頑張ってるよ。大丈夫ちゃうわ。ね、今バンドのみんなで打ち合わせしてくれてて、一曲飛ばすことが決まりました。あれ？あれ？ほんまにあかんわ。あ、ここ外せなかった。ちょっとやっといて。やっといて。もう多分大丈夫。ちょっとできるでしょ。大丈夫。やっといて。じゃあ初期の曲やるよ。元に来る最初とお待たせしました。行くよ。いいの。行けるよね。無理。ちょっと無理な。もう私がいないとあんたって無理だよね。まあ行けるか。どうすんの。行けるよ。Ray fucking high。
してから俺が自分でちゃんと演奏できるのかわからない。だいたい俺リハやってないから自分の音が適正なのかとかもわからない。そして皆さんが楽しんでくれてるかどうかもわからない。イエーイ、ありがとう。1曲飛ばしたんであと3曲です。ドラムさん、ドラの音色チェンジお願いします。僕チューニングしときます。珍しいよ、これだけ一曲一曲で音色が違うギター。よし、だんだん合ってきた、だんだん調子よくなってきたぞ。だいたいいつもな、最後の一曲ぐらいめちゃめちゃ調子いい。だそういうので我慢して聴いててくれたらいいじゃん。なこれ。できた、できたよ、いくよ。サウンドアットザデビルからレックスアットギル。青山さん、それはないんちゃう。俺今カウントに乗って行こうとしたで。俺が間違えたってこと。しかもちゃうわ、このイントロ俺が弾くんちゃうわ、サダダさんやった。あ、赤ちゃんほんま時間がないねんて。青山さんどうぞ、俺見るのとか。Yeah.
森くるです。名前だけでも覚えてください。よろしくお願いします。売り出し中です。12年間売り出し中です。売れません。こんなに温かいお客さんが来てくれるから、次のライブはこのまま3月24日、場所は忘れました。調べて勝手に来てください。それでは次の曲、ゴールズゴールズゴールズ。ギターのフレットも見えなくなる。
大変だ、ロックをするのも。そうだ、チューニング安定したところでこの六角レンズでこう締めるところがあるんだ。これは実はな、ロックバーセブンスで借りばつきしてきたものなんだ。まなみちゃん、ロックバーセブンスの店員のまなみちゃん、今日来てるかな。帰ったか。いるか。よし、これを山本さんに返しちゃう。3ヶ月間も借りばつしてすまなかったと。お伝えください。あ、そうだ、宣伝だ。ロックバーセブンスで来たる3月30日だな。モトリークルーのセッションイベント、だから誰が来てもあの楽器のバーにあるんだ。だよね。はい。で、そうで、なんかみんなで曲決めてワイワイやろうっていうやつだ。来てくれ。いくらだ。1500円だな。1500円で弾きたい放題、叩きたい放題、鍵盤弾きたい放題、ドラムが少ないらしい。ドラムのやつは濃い。ボーカルもいないみたいな。全曲野沢くんが歌うかもしれない羽目になるから、あのみんなで来い、場所は調べろ、時間も調べろ。お前たちスマホとかいいもの持ってるんだから調べられるだろう。よし、あと3分だ。よし、ちょうど3分ぐらいで終わる曲を最後の曲やります。最後はご陽気にみんなの出演曲いきましょう。ジェイルハウスロック。
ンシートゥーザゲありがとう。3月30日バーにも来てください。ありがとう。